皆さん、こんにちは。プロデューサー佐久間信行さんの YouTube チャンネルノブロック TV への出演で大ブレイクを果たした AKB48 の元メンバーの福留光穂さん。そんな福留さんですが、10月11日インフルエンサーのエンターテイナー折原氏が福留さんに関する暴露ネタを X に公開し、一気に拡散され、現在大きな話題となっています。折原氏が言うには、福留さんはパパ活をしており、さらには当時の AKB メンバーの不祥事をリークしているとのこと。今回は福留さんのパパ活疑惑などについて調査したのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。暴露系インフルエンサーのエンターテイナー折原氏が福留光穂さんに関する暴露ネタを投稿したのは10月11日午後7時44分。折原氏はいくつか公開で質問したとの旨で5つの質問を公開。内容は、 1AKB48 時代に同期である長谷川桃花の飲酒画像をネットに拡散したか、に仲の良かった鈴木優香のことを文春にリークしたのか確認済み、 3AKB 時代から祇園の一期一会というラウンジや六本木での夜食のバイト歴があるか、4パパ活や売春、わいせつ物を不特定多数に販売して頒布する犯罪を行っており、その点についてどう思うか、5宮脇優さんとの交際は事実か、以上の5つ。投稿には画像も添付されており、質問4に関しての福留さんと思われる女性の全裸写真が公開されていました。福留さんは2019年10月6日に AKB48 のチーム8の新しい兵庫県代表メンバーとして初披露。2022年7月28日に AKB48 劇場で卒業公演を行い、 AKB48 を卒業しています。もともとアイドルが好きで、中学生の頃からオーディションに挑戦するようになり、福留さんは1年半ほど様々なオーディションに落ちながらもやっと合格できたのが AKB48 だったと語っていました。しかしすぐコロナ禍に突入したこともあり、ステージ活動もなかなかできず、アイドルという職業が好きだったものの、当時まだ高校生だった福留さんはプライベートの悩みなどを配信やメールで出してしまったり、ショールームでの嫌なコメントに本気で怒ってしまったりなど、アイドルとしての自覚が薄いままでうまくいかない日々が続きました。卒業後は目立った仕事もなく、アルバイトを転々とし、ほぼニート状態の毎日を過ごしていたといいます。しかしその一方で、同時期に出会ったボートレースに夢中になります。もともと祖父と父が大のボート好きで、幼少期はレース場のキッズルームで遊んだ記憶もあるそう。18歳になったばっかりの時にお父さんに連れてってって言ったのがきっかけ。血が騒いだんですかね。ボートレースが結構人格形成に影響があって、生きていると一筋縄でいかないことってあるけど、レースが終わって状況を振り返るリプレイみたいな感じで自分の人生を見つめ直すみたいな、俯瞰的に見られるようになったきっかけはボートにあるかもしれないと感謝の言葉を述べています。そんな福留さんに転機が訪れたのが2023年。地元の兵庫尼崎に戻ってバイト生活をしていると、思いがけぬオファーが。医療秘書の専門学校に行こうと思っていたんですけど、東京から舞台出演の話が来て、本当タイミングと運で生きてます。その千秋楽でスタンディングオベーションが起きて超楽しいと思って上京を決意しました。こうして再挑戦を決意した福留さんですが、注目されるきっかけは演技ではなく、2024年3月に YouTube チャンネル佐久間信行のノブロック TV のドッキリを仕掛けられる動画出演したところ、非凡な大喜利センスと大のボートレースファンという強すぎる個性が話題になり、一時期はニートだったという生活が一転し、ボートレース関係の仕事や地上波バラエティ番組などへのオファーが殺到し、大ブレイクを果たしました。これに対し福留さんは、
私は何もしていないし、全然、面白くない。面白くしていただいた。周りの人たちのおかげ。一本目は佐久間さんのおかげで、お話を広げてくださって、と、謙遜していましたが、番組内でお笑い芸人より面白かったのは確かですし、その実力が認められたのか、7月には、さんま御殿に出演されました。福留さんは、先を考える余裕はありません。今を頑張るのが精一杯。与えられたものを 100% の力で、こなせるように頑張りたいと思っています。と意気込みを語っていました。そんな、これからというタイミングで、とんでもないスキャンダルが、浮上したのです。パパ活、しているなど、とんでもない暴露が、ネット上で公開されたことで、福留終わった、という声も出ていましたが、半年前までニートだった子に、ここまでする、さすがに写真公開はやりすぎ、と同情する声や、本当に本人の写真なの?と、すでに否定説も続出しているようです。実際、福留さん自身、この騒動を何でもないというかのように、10月12日の一日警察署長企画はしっかりこなしています。では、福留光穂さんのパパ活疑惑はガセ情報なのでしょうか?調査していきます。まずは、折原氏の X 投稿に添付された画像が本物かどうかについてです。全裸写真に、汚いので自主規制と陰部などは文字で隠されているのですが、何も着ていない写真のようです。しかし投稿のコメントには、なんか嘘くさい、合成っぽい、本人っぽくない、とコメントが寄せられており、画像を見た人も違和感を感じているようです。画像は鏡越しに撮られた自撮り写真のため、スマホの裏側が見えているのですが、福留さんは戦術した通り、ボートレース大好き女子で、ブス島誠選手の大ファン、スマホにはブス島誠選手の、オリジナルのステッカーを貼ったり、クリアキーを持ち歩いていることで有名なのですが、折原氏の投稿の画像に写っている女性のスマホには、ブス島誠選手のステッカーが貼られていませんでした。そのため、これは福留さんではない、福留さんのスマホではない、という意見が多く上がっています。そして最も大きな要因といえば、福留さんがパパ活をする理由がないということです。確かに福留さんは AKB48 を卒業した後はニートだったことを自ら告白しており、ニートということは収入がなく実家で暮らしているという意味です。福留さんがお金に困ってパパ活をするというのは直感的に考えてどうにも不自然でありえません。実家の家族は皆仲が良く、しっかりしたご両親のもとで愛情を持って育てられてきた。そんな福留さんがパパ活するでしょうか。このようなことを踏まえて、ネット上では福留さんを応援するエンターテイナー折原さんには共感できないとする声が多いようです。ただブレイクのきっかけとなった佐久間さんとの関係を疑う人もいるようで、福留さんを面白いと思わない人は佐久間さんとパパ活しているのではないかとの意見も見られました。またパパ活疑惑以外の情報も信憑性も気になるところ。折原氏の投稿によれば、長谷川桃香さんの飲酒をリークしたと綴られていましたね。というのも、長谷川桃香さんは地上波歌番組にてセンターに大抜擢された2日後、未成年飲酒画像が広まり、即日 AKB をクビとなっていたのです。ファンの間では3人のうちの誰かが一緒に飲んだのにクビにならなかった彼女を妬んで画像を流したのではという噂が流れていました。また2021年に発覚した鈴木優香さんのスキャンダルをリークしたとも。当時鈴木さんは40代アイドルプロデューサーと半同棲状態にあり、週刊文春にスキャンダルが報じられていました。また AKB 時代から夜職のバイト歴があるという噂については、京都府京都市の祇園にある一期一会は2021年12月にオープンした
会員制ラウンジです。東京の六本木での会員制ラウンジを会社が京都に展開したお店一期一会は、キャバクラとガールズバーの中間のような感覚で趣のある場所。祇園一期一会の雰囲気は都内の会員制ラウンジプラス料亭の要素がテーマになっており、六本木での夜食に関しては具体的な場所は分かりませんでした。祇園一期一会が六本木での会員制ラウンジを会社が京都に展開したお店なので関係はあるのかもしれません。そして宮脇優さんとの交際。宮脇さんは第31回ジュノンスーパーボーイコンテストベスト30にも選ばれたことのある俳優なのですが、2人が交際している情報、そして他の元メンバーリーク問題もただの噂程度としか言えない情報しかなく、信憑性はかなり薄いです。しかし特定の人物が挙がっているので、何か問題があった可能性は否定できません。この噂について福留さんが言及する日は訪れるのでしょうか。今後に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。